福岡のギャラリーのろぺこです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらデザインネックレス3点です。21番はロングタイプです。頭からスポッとかぶれますが、アジャスターがついているので、こちら2連にしていただくとこのような感じでモチーフがフロント部分にきます。大きめの輪っかのチェーンに淡水パールと天然石のスモーキークォーツがつないであります。この透かしパーツもおしゃれです。エンドパーツの部分です。カニカンでセットします。22番です。ドロップカットで大粒のレモンクォーツです。そして淡水パール、細身のチェーンが2本取りになって、このつなぎの部分にも淡水パールです。カニカンでセットし、アジャスターがあります。23番、アンティークな雰囲気です。配置が違う足目デザインです。黄緑色に金箔のこちらのパーツはベネチアングラスビーズです。角度を変えてみます。お色がとっても綺麗です。そして白のビーズ、こちらはマザーオブパールです。カニカンでセットし、アジャスターがあります。ガンメタブラックのこちらのチェーンのお色、なんだかとってもシックな感じで素敵なんです。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。